はい、どうも皆様おはようございます。ただいま朝の6時ちょい前でございますね。本日の予定はここ川端駅から羽田空港第一ターミナルの方に向かいまして、 JAL に乗ると思いきや今日はですね、全日空経由でスターフライヤーのチケットを取っておりますので、スターフライヤーでお出かけしたいと思っております。そしてスターフライヤーで今日どこに行くかと言いますと、福岡県は北九州の方に向かいたいと思っております。ターミナルのね、南運輸の方に到着したんですけども、いやすげえ混んでるな。今日スターフライヤーはカウンターは空いてますね。でもまたこれ多分あと1時間遅れてたらもうちょっと混んでるんだろうな、きっと。はい、ただいま制限エリアの方に入りました。で、今日のね、搭乗口が3番ということで、見えるかな、9番なんですね。なんでもう少し歩いた一番端のところですからね、南ウィングの一番端かな。なのでもう少しね歩きますので、今からそちらの方にね向かいたいと思います。はい、グループにはね搭乗開始になりましたので、今から乗りたいと思います。それでは行ってきたいと思います。おはようございます。おはようございます。まもなくご案内切り替えさせていただきます。ただいまで着席いたしました。そして本日の飛行機なんですけども、エアバスの A320 でございます。先ほどね、30分ぐらい前にね、小倉駅着いたばっかりなんですけども、そうですね、東京での仕事が若干トラブってるらしくてですね、もう今すぐ戻ってこいとオーダーが入っちゃいました。で、帰りはね、JAL でね、帰ってこようかなと思ったんだけども、JAL もキャンセルして、もうしょうがないんで、小倉新幹線出てるんで、もう新幹線で、東京品川駅ですかね、そちらの方まで戻りたいと思います。いろいろ残念な結果になってしまった北九州だったんですけども、まあ、その時に比べるとなんか人多いかなって感じはしますね。あ、でもあれ第一ターミナルだったからか。はい、ただいま制限エリアの中に入ってまいりました。今日はですね、お約7番搭乗口というですね、置き止めということがございまして、ちょっとね早めに入っておきました。ひょっとしたら二タミのバスラウンジは、ひょっとしたら2019年の米子行って以来かもしれないですね。お待たせいたしました。失礼いたします。お立ちのお客様手すりというかお泊まりください。富山行きご搭乗機までご案内いたします。走行中は事故防止のためやむを得ず急停車する場合がございます。また空港内は急カーブがお待たせしました。まもなくご搭乗機です。お忘れ物がないようお降りの際には。はい、本日は本日の皆様のダッシュ800でございます。お待たせいたしました。
ただいまね、富山空港に到着いたしました。はい、ただいまね、富山駅の方に到着いたしました。時間にすると12時19分ですね。約15分から20分ぐらい遅れてるんで、お昼食べるにはね、めちゃくちゃちょうどいい時間に、まあ偶然というかね、まあ飛行機遅れたことによって、まあちょうどいい時間になったんじゃないかなと思います。はい、あちらのお店で炙り庵富山寿司さんというところですかね。富山に来てからのね、1食目ありがとうございます。富山1軒目のお食事完了いたしました。今ねラーメン食べてまいりました。ブラックラーメン食べて久しぶりだな。何年ぶりっていうか、もう10年ぶりぐらいかもしれないな。はい、ただいま石川県金沢駅の方に到着いたしました。石川県になってる。せーの、できましたね。超市場ですかね、もう到着いたしましたので、こちらの方でご飯食べれればと思います。海鮮丼握り、いやいいとこあるね。はい、今ですね、高感度にしてからのご飯で1食目完了いたしました。非常に、ね、美味しかったです。北陸ごちそう広場たるものがありまして、ひょっとしたらこの中で美味しい食べれるかもしれないっす。とにかくもう酒も飲むので牛が食いたい。今日はね、暑くてね、もう初夏っていうか、もう夏ですね。結構ね、体力ね、持ってかれてますね。15時53分、小松行き。そちらのね、方に乗れば、とりあえず小松には行けるんじゃないかなと思います。小松駅の方に到着いたしました。駅に、ね、来るの初めてなんですけども、わりかしね、立派な駅というか、なんか僕の横に座ってた方もね、多分大阪の人かなっていう感じだったんですけども、その方もなんか結構立派な駅だねみたいなこと言ってたんで、確かに立派だなと思いますね。はい、そして、ね、ここは小松駅からですね、バスで小松空港の方にね、今から向かいたいと思うんですけども、時刻がよくわからないんで、今すぐね、バスがあるかどうかわからないんですけども、一旦ちょっとバス停の方行って時間の方確認したいと思います。もうしょうがないですね、もう時間を買いましょう。ということで、タクシー使って空港まで行きたいと思います。小松空港の方に到着いたしました。タクシーでね、だいたいどのくらいだろう、10分くらいでしたかね。で、お金にするとですね、1740円でございました。これはね、高いと思うか安いと思うかわからないですけども、僕はね、楽してタクシーを使わせていただきました。はい。航空自衛隊小松基地隊員給食カレー、北陸最後のね、ご飯になると思うんですけども、こちらの方で食べたいと思います。はい、今の後ろのね、ところで、喫茶店みたいなところですかね、カフェみたいなところでご飯食べたんですけども、非常にね、美味しかったですね。はい、制限エリアのね、入ってまいりました。今時刻がちょうど7時6分ですね。私のですね、搭乗予定のフライトがですね、20時10分ぐらいだったかな。なので、あと1時間ちょいちょいあるんですけども、ちょっとね、なんかね、
全日空便が遅れてたりとかしてて、ね、ちょっとバタバタしそうだったんで、ちょっと先にね入ってきました。あれ、それと知らなかった、ひょっとしたらあるね、桜ラウンジ。あ、先にここ入っとけばよかったな。はい、着席いたしました。そして本日の機材はボーイング767ダッシュ300でございます。私のね結構好きな機材でございますので、今日のフライトはねすごく楽しみです。今回の北陸1泊2日の旅いかがだったでしょうか。また次回以降もね、今までと引き続きもうちょっと攻めた感じで、ね、食べて飲んでっていうのをしたいなと思っております。はい、本日の動画は以上になります。この動画が面白かった、役に立ったと思ってくれた方はチャンネル登録高評価をいただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。さよなら。